森保一監督率いる日本代表、FIFA ランク18位は6月11日、初の国際試合となるピースウィング広島で北中米ワールドカップ、W 杯アジア2次予選シリア代表、同89位、戦に臨み、5対0で勝利を収めた。6日のミャンマー戦、5から0、和車道で先発出場しゴールしたドーヤ安は、 この日にニューイングバックで2試合連続となる得点。違うポジションで出場してもネットを揺らし、意外と器用なんだよ、とと笑った。動画、何でもできちゃう。堂安立左足でニアサイドを打ち抜いたミドルシュートの瞬間。1点リードの前半19分、MF 中村慶人が MF 久保竹房へぴたりとつけるパスを出し、久保から受けた堂安がカットインしてシュート。らしさ。 を出した一撃が決まった。ミャンマー戦でもシャドウで出場して MF ま田大地のシュートの跳ね返りを冷静に詰めて1得点。違うポジションながら2試合連続での得点に、意外と器用なんだよと笑顔で話し、いろんな人の評価は不器用に思われているんですけど、何でもできちゃうんで、笑。そこは自分の良さでもあって、後半は4-4-2にシステムを変えながら、状況によっては自分が張って、 最終ラインを5枚に変えたりとかいろいろと話し合ってトライしましたけど、間で受けてのスルーパスもできたと思うし、どちらにせよコンディションの良さを出せられたかなと思いますと、多彩なプレーに自信を持った。